に、シロはやっとあえぎあえぎ主人の家へ帰ってきました。黒塀の下の犬くぐりを抜け、物置小屋を回りさえすれば犬小屋のある裏庭です。シロはほとんど風のように裏庭の芝生へ駆け込みました。もうここまで逃げてくれば罠にかかる心配はありません。おまけに青々した芝の上には幸いお嬢さんや坊ちゃんもボール投げをして遊んでいます。それを見た白のうれしさは何と言えばいいのでしょう。白は尻尾を振りながら一足飛びにそこへ飛んでいきました。お嬢さん、坊ちゃん、今日は犬殺しに会いましたよ。シロは二人を見上げると息もつかずにこう言いました。もっともお嬢さんや坊ちゃんには犬の言葉はわかりませんから、ワンワンと聞こえるだけなのです。しかし今日はどうしたのか、お嬢さんも坊ちゃんもただあっけに取られたように頭さえ撫でてはくれません。シロは不思議に思いながらもう一度二人に話しかけました。お嬢さん、あなたは犬殺しをご存知ですか？それは恐ろしいやつですよ。坊ちゃん、私は助かりましたが、お隣の黒くんは捕まりましたぜ。それでもお嬢さんや坊ちゃんは顔を見合わせているばかりです。おまけに二人はしばらくするとこんな妙なことさえ言い出すのです。どこの犬でしょう、春夫さん。どこの犬だろう、姉さん。どこの犬？今度は白の方があっけに取られました。白にはお嬢さんや坊ちゃんの言葉もちゃんと聞き分けることができるのです。我々は犬の言葉がわからないものですから、犬もやはり我々の言葉はわからないように考えていますが、実際はそうではありません。犬が芸を覚えるのは我々の言葉がわかるからです。しかし我々は犬の言葉を聞き分けることができませんから、闇の中を見通すことだの、かすかな匂いを嗅ぎ当てることだの、犬の教えてくれる芸は一つも覚えることができません。どこの犬とはどうしたのです？私ですよ。シロですよ。けれどもお嬢さんは相変わらず気味悪そうにシロを眺めています。お隣の黒の兄弟かしら。黒の兄弟かもしれないね。坊ちゃんもバットをおもちゃにしながら考え深そうに答えました。こいつも体中真っ黒だから。
シロは急に背中の毛が逆立つように感じました。真っ黒、そんなはずはありません。シロはまだ子犬の時から牛乳のように白かったのですから。しかし今前足を見ると、いや、前足ばかりではありません。胸も腹も後足もすらりと上品に伸びた尻尾も、みんな鍋底のように真っ黒なのです。真っ黒、真っ黒。シロは気でも違ったように飛び上がったり跳ね回ったりしながら一生懸命に吠え立てました。あら、どうしましょう、春雄さん。この犬はきっと狂犬だわよ。お嬢さんはそこに立ちすくんだなり、今にも泣きそうな声を出しました。しかし、坊ちゃんは勇敢です。シロはたちまち、左の肩をポカリとバットに打たれました。と思うと、二度目のバットも頭の上へ飛んできます。シロはその舌をくぐるが早いか、元来た方へ逃げ出しました。けれども、今度はさっきのように、一丁も二丁も逃げ出しはしません。芝生の外れには、白の木の陰に、クリーム色に塗った犬小屋があります。白は、犬小屋の前へ来ると、小さい主人たちを振り返りました。お嬢さん、坊ちゃん、私はあの白なのですよ。いくら真っ黒になっていても、やっぱりあの白なのですよ。白の声は何とも言われぬ悲しさと怒りとに震えていました。けれどもお嬢さんや坊ちゃんにはそういう白の心持ちも飲み込めるはずはありません。現にお嬢さんは憎らしそうに、まだあそこに吠えているわ、本当にずうずうしい野良犬ね、などと地団駄を踏んでいるのです。坊ちゃんも、坊ちゃんは小道の砂利を拾うと力いっぱい白へ投げつけました。畜生、まだぐずぐずしているな、これでもか、これでもか。砂利は続けさまに飛んできました。中には白の耳の付け根へ血のにじむくらい当たったのもあります。白はとうとう尻尾を巻き、黒塀の外へ抜け出しました。黒塀の外には、春の日の光に銀の粉を浴びたモンシロチョウが一羽、気楽そうにひらひら飛んでいます。ああ、今日から宿なし犬になるのか。シロはため息を漏らしたまま、しばらくはただ電柱の下にぼんやり足を止めていました。